今回こういう基本的考え方をまとめていただいたわけですけれども、やはりこれは現時点での考え方なので、やはり国際的な動向やいろんなところでまた随時いろんな情報が変わってまいりますので、やっぱ定期的にこういったものを見直していくということもきちんと理解認識していただければなと思います。先生方のおかげでですね、非常にいい整理ができたんではないかというふうに思っております。改めてお礼申し上げますし、私ども関係省庁連絡会ございますので、そうした場でですね、少し丁寧に解説して経緯なども含めてご説明していきたいと思いますし、本日修正していただきました内容についてはですね、私どもの規制委員会のホームページにアップしてですね、広くご覧いただけるような形にも、そうした取り組みもしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。それではですね、以上で予定していた審議は終了いたしましたがですね、事務局の方からですね、次回以降の審議について提案があるということを伺っておりますので、それを説明していただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。私どもからですね、その次回以降の議事についてですね、ご提案をさせていただければということでございます。どういうことかと申しますと、今週17日の日のにですね、原子力規制委員会の定例会合ございましてですね、この場において、更田委員長からですね、東京電力の福島第一原子力発電所事故後の対応の一つとしてですね、空間占領率とそれを基づいたその年間実効占領ということで、例えばその空間占領率 0.23 マイクロシーベルトパーアワーであれば、機械的に計算すると年間の被曝占領が1ミリシーベルトになるというような、こういった相関関係にかかるですね、検討相関関係について少しこれでいいのかというようなことで検討の必要性についてご発言があったところでありました。それでこの課題についてはですね、もともとこの放射線審議会でですね、昨年の7月でございましたか、今後の進め方というものについてご議論いただいた際にですね、課題の一つとして福島第一原子力発電所事故後に放射線審議会で諮問答申した基準について、現状を科学的に整理してはどうかということでまとめていたところでございます。したがいまして、この件に関してですね、ですけれども、現在関係省庁に調査をしているところでいう段階ではございますけれども、この課題についてもですね、この HF5 の基準の扱いということの一環としてですね、放射線審議会の検討の対象とすることについてご提案させていただくところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。事務局の方からですね、新たな議題の提案がございましたが、いかがでしょうか。はい、これは福島 のこれまで作られてきたさまざまな基準の検証しようということになる、その一環というふうに理解してよろしいでしょうか。はい、その通りでございます。すでに着手していただいたという理解ですが、そういうことですね。はい、まだですね、確かこれまでの議論の中ではですね、放射線審議会に諮問答申があったものだけではなくて、広くいろんなものがあるので、それを一度網羅的に整理をした上で、どういう検討の仕方をするのかを改めて審議会にお諮りをして議論がスタートするといったような手順になっていたかと思っておりまして、まだそういう意味でこのデータで検証するというところまである意味審議会の場でコンセンサスはなかったかというふうに思っておりまして、そういう意味で改めて本日念押しでご提案をさせていただいているというところでございます。背景ご紹介いただき、私も新聞記事しか知らないので、この 0.23 のことが出てきた背景が何か、ここを取り上げられた背景ございますか。はい、実は当日の議題の中でですね、原子力規制庁としてやっているモニタリングの一つといたしまして、
帰還困難区域などですね、もともと避難指示が出ていた十数町村を対象にですね、ご要望を聞いて100メーターメッシュでですね、非常に細かく空間占領率をマップ化するっていう事業をやっておりまして、歩行サーベイと車で走れるところは車両サーベイで組み合わせてですね、その100メーターメッシュの地図を作るという事業がございます。それの今年度の結果がまとまったので委員会に報告をしたところですね、この空間占領率と実際の実行占領というものの関係ということをめぐっては、事故当初は非常に機械的に8時間16時間という基準で計算算式で、0.23 マイクロシーベルトパーアワーというのが導き出されているけれども、実際その後実測データというものが積み重なってきて、いくつかまとまった論文も出ているじゃないかと、そういったことを、そういう科学的なデータなり検証が積み重なってきた状況を踏まえてですね、一体どういう関係にあるのかというものを検討すべきではないかと、そういった脈絡の中で発言があったということでございます。はい、ありがとうございます。他にご意見等ございますかね。審議会の方でも以前議論があって、少しでも福島の現状を把握しましょうという流れの議論の一環だと思います。よろしゅうございますかね。それでは事務局の提案についてはそれに対応するということにさせていただきます。それではですね、時間となっておりますので、本日はこれで終了したいというように思います。前に今日のその取り入れのね、2007勧告の取り入れの時に現存被曝についてはもうすでにそのなんかいろんなガイドラインがありますという話だったんですけど、これって参考レベル1ミリっていう解釈のもとにその次の 0.23 が出たっていう、つまり参考レベルは1ミリですっていうことを一応大空へ出すしたっていうふうに解釈していいんですかね。まずそこの、こうです。この話、2007年勧告の話とは老けた委員長の話で、で今回引き取ったやつとはちょっと分けて考えてます。であと申し上げたいのは、その更田委員長はあの時言ってたのが、なんか規則で関係しているのは 0.231 ミリシーベルトっていう考え方もあれば、こうでしたよね、その20ミリシーベルトだったら 3.8 マイクロシーベルトパワーとか、要は ある程度そのモデルを作って、それにもその空間占領とそのモデルを掛け合わせるとその実行占領が出てくるという、この式のこの考え方がそのちょっと保守的じゃないかというところであって、いやいや、そもそもそれが全然保守的じゃないんだよ。何言ってんですか。 0.23 っていうのは除染の基準じゃないですか、今規則は存在しなくて、つまりその今避難解除されているところは 0.23 からはるかに高いところにあるので、その 0.23 の換算をすることの意味がちょっと避難、特にその避難解除に関するエリアってちょっと意味が解釈ができないっていうか、そこのところはどういうこと、つまりその避難解除されたところは今もっともっと高いですよ、だからね、ちょっと議論は別にこのやりたいのはね、その相関関係のところをちょっと扱いたいということであるので、1ミリシーベルト その参考レベルがどうのこうのとか、そういうのの議論は今のところ事務局としてはその議論の対象には考えていません。だから1ミリシーベルトであるべきとか20ミリシーベルトであるべきとか、そういうところはね、であくまでその今週の規制委員会で更田委員長がおっしゃられたのは、そこの空間占領から導き出される実行占領という今のその想定の置き方がちょっとその何ていうか、その事故後に積み重なっているデータを検証してみて、ちゃんと整合性が取れているのかっていうのを見るべきじゃないかっていう、そういう趣旨だと思ってますね。今日環境省の閣議会見で、中川大臣がその話は 0.23 聞いたけれども、規制委員会から改めてきちんとお話があったときにまた考えたいみたいなことを言われたんですけど、その場合規制委員会から環境省に対してお話をするというのはこちらの事務局になるんですか。まあ
事務的には多分そうなると思いますよ、ただあの今のところその正式にあの説明しろというようなことを指示はなくて、なんか環境省は説明を待っていますみたいな、なんかそんな関係になってますけどちょっとそこはすれ違っているというか、まあ、あの一応事務的にはね、まあ、こんな発言してしまって、あのちょっとそっちに突然ご迷惑をかけるようなあの全然、ね、あのあらかじめこんなこと言いますよなんていうのも言えてなかったわけだから、突然こっちもびっくりして言われ、その時はあの受けちゃいました。じゃあ改めて説明するとか今そういうスケジュールが見えてるわけではない、なくて、だから多分というか僕だから、まあこの後ね終わってちょっと事務的には環境省にだからこうやって放射線審議会でやるのか、訴状に挙げるとね、そこはということは、まあ、事務的には、あの伝えますね、その審議則というか、ね、あのあのこの審議会の場でその空間線量と惑星線量の相互関係について議論して、である程度まとまったらもう各省庁に提言するっていう、あのそこはね、だからちょっとまだあの少し考えたいと思ってます。あの提言するっていう以上は何かこう具体的なアクションだと思うんです。でそれはそれこそじゃあ今の 0.23 の話だったら具体的にじゃあいくつなのっていうような話になると思いますけど、これはもう本当僕のまだ事務方の個人的な感じですけど、なかなかその数字そのものを決めるっていうのはあの難しいんじゃないかなと思ってて、ただまああのこうその相関関係の式だけ見るともう少しこうあのなんていうか幅があってね、でその幅ってのはどちらかというとそのもし誘導のある方に幅があるんじゃないかっていう、まあやや定性的なね、ところにのに話は落ち着くんじゃないかなという気がしますけどね。審議会の事務局ってそんな予算が、あの調査予算とかいうのはないのでですな、まあ、どちらかというと今あるデータをまあそのこう集めてちょっと論文とかを整理したりっていう感じ で、 データかなと思ってます。なんか新しいことを我々が発見するというよりはね、まあいろんなこうつらつらあるデータとかをこう並べてみるとなんかこう一つ定性的な話とかできるのかなということですよね。場で言うと 0.231 ミリじゃなくて 0.5 とか 0.6 でも実効線量 1ミリぐらい大丈夫みたいな、だからそこをねそういう言い方するかどうかですな、そこはちょっと僕もようわからない。それ、うん、宮崎論文とかを根拠にしてるってことなんですか。いやちょっとそこはその別にあの今まだ事務局としてねそういったものがありますというのをまだ承知しているところなので、まあちょっとこれを今後少し勉強してですね、まあ何分ちょっと水曜日にご発言があったので、まあちょっと検討していきたいということです。 0.23 じゃなかったらなんか別の数字があるのっていうようなところまではあの難しいとは思いますね。 0.23 じゃなくて本当は 0.114 でしょ、空間線量なんだから。年間1ミリシーベルトったら 0.114 じゃない、ただそれをさっきおっしゃったそもそも1ミリシーベルトっていうのとちょっと違うじゃないっていうのととの関わりもあるので、そこはちょっと考え、そこも放射線審議会でしっかり議論してくださいよ。また 0.23 を前提にして話しててのおかしいんだよ、そもそも。